神戸市バス、神戸市バスは、神戸市交通局が運営するバス事業である。昭和50年代までは、他都市に習って、神戸市 A バスと表現していたが、市民の間では、神戸市バスの名が定着し、現在では、神戸市バスで統一されている。これは、市街地路線を中心に、神戸市電の廃止路線に代わって、神戸市バス路線を開設してきたことによる。 なお、かつて、神戸市交通局は観光バス事業も運営していたことがあり、これについては、神戸市営観光バスと称していた。しかし、経営改善を理由に廃止された。現在、新規バスが営業している、神戸市内定期観光バスは、神戸市交通局の観光バス事業廃止と同時に、運行を開始したものである。神戸市バスには、 オリジナルキャラクターが存在する。名前は、バッシー君神戸市の広域に路線を持ち、単独運行路線の他に山陽バス、新規バス、阪急バスと共同運行を行っている路線がある。なお、垂水区の大部分は、山陽バスが、北区南部の大部分は、阪急バスが、北区北部と、西区の大部分は、新規バスがそれぞれ主として、運行を行っている。 これは戦後市域を拡張した際にこのエリアが先行して民営バスの営業エリアとなっていたことによるものである。交通局では市域拡張の際にこれらのエリアにもバス路線を開設したが近年赤字経営が続いていた神戸市交通局市営バス事業の経営改善策の一環として一部路線を新規バスや山陽バスに譲渡した結果 現在の営業エリアとなっている。近年、市バス事業及び交通局全体の赤字経営体質や累積赤字の増加などが問題となっていることから様々な経営改善策を実施している。前述の新規バスや山陽バスへの路線上との他に、不採算路線の減便、廃止や一部営業所の民間への運営委託などによるコスト削減。 小型バスを用いたコミュニティ路線の開設による新たな需要の開拓や市バス停留所の副故障の命名券売却の場合年間36万円で3年契約を結んでいるなどによる収入確保が経営改善策の主な柱となっている2009年3月の新聞報道によれば神戸市バスの運転手の平均年収は980万円であり バス事業の累積赤字の拡大も人件費のかかりすぎによる一因ではないかと指摘する声もある。2014年度の平均年収は800万円程度に落ち着いたが、これは平成20年度以降に新規採用された職員のみに20%の給与カットを実施しており、人件費削減に一定の成果が出た結果である。 神戸市の市営交通事業は1917年の神戸市電から始まり、市バス事業が開設されたのは1930年のことである。1930年9月に、スマ駅前引く名田桜口間で1系統の運行が開始され、同年10月までに7路線が開設された。その後も、市バスは民営バスの買収などで路線網を拡大し、 市内交通の一元化が図られた。1936年10月に神戸沖で行われた日本海軍による特別大演習の観艦,艦式を機に神戸市の観光バス事業が開始された。神戸駅前を起点とした観光ルートを設定し、車両も無古号などの愛称が車両ごとに記されるようになった。戦時体制に入ると燃料事情が悪化し、 神戸市でも1938年5月よりガソリンに代わって木炭を代用燃料とした大燃車の運行を開始した。観光バス事業も1940年に休止となった。神戸市電、市バスの運行と電力事業を行っていた神戸市電機局の電力事業は国策により統制され、交通事業への一本化により1942年5月19日に 神戸市交通局となった。1943年に、新名自動車の路線を買収したことで、神戸市内路線は、市バスに統一された。1945年6月の神戸大空襲により、市バスも大規模な被害を受け、稼働車両数は大幅に減少した。戦後の1947年に、有馬郡赤石郡の内旧町村が、神戸市へ編入され、 拡大した、地域に芝相撲が拡大されることになり、赤市への路線も開設された。旧市外域の路線も復興が進み、1949年までに復旧している。1950年に、王子公園、港川公園で開催の日本貿易産業博覧会に向けた路線拡充も行われた。同年には、東名田区にあたる区域の市町村が、 神戸市へ編入され、この区域にも、バスが進出した。1951年には、戦時中より中断していた、定期観光バスが復活し、マヤ、スマ、マイコの3両が導入された。マヤでは、緑と白の配色と神戸市称、菊水模様をモチーフにしたデザインが採用され、その後の市バスの塗装の原型となった。 地方公営企業法の制定に伴って、神戸市交通局は1952年10月に、公営企業として発足した。路線も急行バス、六甲、真矢、西イ山への登山バス、東灘区、八付原など住宅地へ拡充されたほか、垂水方面や北上地域では、民営バスとの共同運行も開始されている。 車両のデザインも1953年に観光バスが白とローズグリーンの新色となり路線バスも従来のグレーと草色の配色から緑と白の菊水模様に変更された1950年代後半になると市電はモータリゼーションなどの影響で利用者が減少し1971年3月をもって市電は全廃となった市電の代替は 市バスで行われることになり、路線網も再編成された。車掌の人員不足などの影響により、1960年よりワンマン運転が一部路線で開始された。ワンマンカーは当初は全中比であったが、1971年より前後扉となった。ワンマン方式は当初は前乗り前払い、後ろ振りであったが、 1973年に一部を除き後ろ乗り全振り5払いとなった。1990年の61系統をもって全路線のワンマン化が完了した。1973年には電気バスが4台導入されたほか、1975年からは側面方向膜が大型化された。1977年からは冷房車の導入が開始され、 1988年には、全車が、冷房車となった。1974年には、神戸駅の駅前に、地下街と一体化した八角形のバスターミナルが、開設された。1976年には、神戸市中心部と北部を直結する新神戸トンネルが、開通し、トンネル北側のミノタに駐車場を設けるとともに、ミノタニ三宮駅前間の64系統で、 パークライドを本格実施した。1977年3月には、神戸市営地下鉄が新長田明谷間で開通し、1987年3月に、精神山手線新神戸精神中央間が、全通、1988年4月からは、北上急行電鉄との相互直通運転を、開始した。地下鉄の開通で、芝洲路線網も、 再編成され、重複路線の整理や長距離路線の短縮が行われた。神戸沖に建設されていた人工島のポートアイランドへは、島内の高段住宅への入居が開始された1979年より、シバスのポートアイランド線が臨時に設定され、1981年の新交通システム、ポートライナー開通まで運行された。1981年には、 神戸ポートアイランド博覧会がポートアイランドで開催され、ポートライナーとともに、市バスでも山宮新神戸と会場を結ぶ、観客輸送が行われた。それに先駆け、1980年5月から定期観光バス、ポートピア81号が、ネオプランの2階建てバスにより運行された。1980年代になると地下鉄延伸で、 西部のベッドタウン化が進展し、苗に学園都市、精神中央の各駅を起点とした、ニュータウン路線が整備された。1989年に、神戸市政100周年事業の一環として、総合公園、幸せの村が開業するのに伴い、三宮、神戸、苗にの各駅からのアクセス路線が開設された。1983年には、 三宮へ乗り入れる三路線でバスロケーションシステムを導入。1987年にはこれを発展させた都市新バスシステムが導入された。都市新バスの導入路線はカモメラインの愛称が付与され、専用塗装車の導入とバス停の改良、バスレーンの整備などが行われた。交通事業の経営改善に資することを目的として、交通局が100%出資する。 神戸交通振興が1984年に設立された。1988年から1990年にかけては、六甲アイランドへ向かう臨時路線が1990年の新交通システム、六甲ライナー開業まで運行された。京愛路線用に1973年の廃車まで運用され保存されていた。 ボンネットバスが1989年に復活し、コベッコ号の愛称が付与されるとともに、神戸祭りなどのイベントで登場するようになった。しかし、経年で、運転の継続が困難になったことから1993年に、中型トラックを改装して、ボンネットバスを模した車体を乗せたレプリカが新造され、コベッコ通予号と命名された。従来のコベッコ号は、 西区に1990年に新設された車両工場で生態保存されている。1990年4月からは都心部の観光地を周遊するレトロ町バス、シティループの運転が開始された。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では兵庫県内の各地で大きな被害を受けた。 神戸市内でも鉄道網が寸断される中、市バスは運転再開可能な箇所から順次運転が再開され、地下鉄復旧までの代行バスも運転された。バリアフリー化の推進のため、1998年よりノンステップバスの導入が開始された。在来車との識別のため、塗装は緑の部分が深緑からライトグリーンに変更されている。当初は、 フルフラットの3、扉車が投入されたが、2000年以降は、全中に扉車の導入となった。2001年7月7日の神戸市営地下鉄、海岸線開業などに伴って、バス路線の重複解消、路線短縮などの再編が行われた。2005年には、静神地区の5路線が、新規バスに移乗され、神戸市バスの赤石駅、大久保駅への乗り入れがなくなった。 定期観光バス事業も2002年3月をもって廃止され、定期観光バスは新規バスに継承された。シティーループも2003年4月に神戸交通振興へ移管された。神戸市では、運賃ではなく、料金と呼んでいる。すべての路線、車両で、乗降方式は、後乗り前振りである。料金は、後払いで、下車時に支払う。料金箱は、 口述する、普通区、近郊区の区別に関わらず、両替方式のため、ちょうどの料金がない場合は、事前に料金箱に備え付けられている両替機で、両替する必要がある。これは1973年2月25日に、前乗りや取り先払いを基本とする方式から変更されたものである。料金体系は、普通区と、近郊区に大きく分けられる。前者は、 大人料金210円の機密運賃だが、後者は乗車区間により料金が異なる。近郊区と普通区をまたがって運行するバスは、境界停留所より普通区よりの区間のみを利用する場合、大人料金は210円の普通区料金となる。普通区のみで使用できる乗車カード、定期券類も利用できる。なお、近郊区から普通区に乗り入れてくるバスは、 整理券が発行されているので、近郊区のみの乗車でも受け取る必要がある。近郊区は、均一運賃制を取らない、バス会社と共同運行を行っていることや、共同運行ではないものの、それらのバス会社がメインで運行しているエリアに乗り入れるバス、また比較的長距離を走行するバスが該当する。また、近郊区の一つとして、山陽バス共用区間である。 山陽均一区がある。主に、垂水営業所が担当している。当該地区で運用される、垂水営業所所属車両すべてと、15系統で運行する、落合営業所所属の一部車両は、2014年11月30日まで、釣り線方式だったが、2014年12月1日より、他系統に合わせ、両外方式に統一された。山陽共用区を含む、 金郊区を走行するバスには、整理券発行機、磁気カード乗車用カードリーダーライターを備えた車両が使用される。なお、普通区でも、これら装備を備えた車両が運用されることもある。IC カード乗車用カードライターについては、金郊区、普通区とも全車両に備えられている。なお、停留所案内装置は、金郊区で運用されるときには、 整理券番号ごとの料金が表示できるように対応されていたり、タルミ営業所所属車両は一般的な整理券番号式料金表示を備えるなど、それぞれの料金制度に対応した機器が搭載されていたが、2008年の機器更新で全車両が LCD パネル式に置き換えられ、機器統一が図られるとともに、均衡区運用時の料金表示欄が拡大し、見やすくなった。 均一空業の時は、料金表示欄は、大人210円、小2110円で、固定表示となる。用事料金は、大人、または、小2一人につき2人まで無料となる。小2料金は、大人料金の半額で、5円の波数は10円に、切り上げる。シバス向けの乗車カードとしては、シバス専用カードと、シバス昼間専用カードの2種類がある。 ここでの市バス専用の意味としては、地下鉄では利用できないバス専用の意が強い。両者の大きな違いとしては、前車が時間帯を問わず利用できるのに対し、後者は利用できる額が前車に比べて多いものの、利用できる時間帯が昼間時に限定されており、この時間帯以外に使用することはできない。それ以外の部分については専用カード。 昼間専用カードともに、基本的にシステムは同じであり、普通区、近郊区全線で使用できるほか、山陽バスでも共通利用が可能である。市バス専用カードが1000円券と2000円券を呼び、小日専用カード1000円券の3種類、昼間専用カードが1000円券と2000円券の2種類が、それぞれ存在するが、2021年6月で発売終了。 2022年4月で利用終了となる。なお、かつてはより高額なカードも発行されていたが、2008年12月に大阪市交通局発行のスルッと関西カードについて偽造カードが発見されて、以来多くの偽造カードが発見されたことから、偽造カードによる損害拡大を防止するために、2010年4月1日付で、 他の種類の高額カードとともに発売が中止されている。他に、地下鉄と共通利用できるカードとして、ニュー、ユーラインカードや、シバス、地下鉄、共通追日乗車券がある。前者は、地下鉄と、シバスを、同追日内に乗り継ぐと割引が適用される。その代わり、プレミアムが、シバス専用カードに比べて少ない。 スルッと関西協議会に参加しているが、スルッと関西発行の時期カード類は2018年2月1日付で利用終了となった。また、2008年9月1日から IC カードピタパ移行下での料金支払いに対応した。ピタパでは利用額割引が受けられるが、近隣で地下鉄、市バスともに運営する事業者としては、 先に IC カードシステムを導入した大阪市交通局の利用額割引と異なり地下鉄とバスは別々に利用額が計算される。移行下では2021年4月から市バス、山陽バス、神戸交通振興バスの1ヶ月の乗車料金に応じてポイントが貯まり翌月以降の乗車料金として利用できる神戸市バス。 山陽バス共通乗車ポイントサービスを導入している。地下鉄と異なり、全国総合利用サービスには、当初不参加であったが、2017年4月15日より、対応を開始した。また IC カード利用時には一乗車目の校舎から二乗車目の校舎まで60分以内に連続して、市バスを乗り継ぐ場合に、最大210円の割引が適用される制度がある。 自乗車目が同一系統や逆方向への利用でも適用され短時間の用務や買い物であれば片道運賃で往復が可能である。IC カード利用時には金航区、普通区ともに乗車時と降車時にカードリーダーライターにカードをかざす必要がある。普通区の定期券は2002年7月1日から普通区全線で共通利用が可能になった。また、 特に記載はなされていないが、普通区の通勤定期券は、阪急バスと神戸交通振興の山手線、神戸山六線でも利用が可能である。高齢者人口と発行枚数の増加による、現役世代への負担増大から、神戸市経老優待乗者制度検討懇和会で、話し合いが持たれ、神戸市保健福祉局、経老優待乗者制度検討懇和会報告書が、まとめられた。 これを受け、シバスにおいても、2008年10月1日から、原則として、利用ごとに、割引料金を収受することとなり、経路福祉乗車証のチェックを呼び、利用実績集計と、割引料金の引き去りが同時に行えるピタパ使用の、プリペイド式非接触 IC カード採用され、シバス利用者は、1回につき普通区、均区とも、大人普通料金とは関係なく、 50円がカードのプリペイド分より引き落とされることになった。このシステム導入に合わせて、すでに IC カードシステム導入済みの新規バスに加え、新たに阪急バスからびつ営業所と新鉄バス、阪神連鉄バスが2008年10月1日よりピタパを導入した。なお山陽バスでも2009年4月1日にピタパが導入されたことにより、 福祉乗車証をタッチすれば、50円分の運賃が自動的に徴収されるようになった。なお2010年10月1日より、小児料金、または100円のどちらか安い方の料金が引き去られるようになった後、2020年10月1日より、すべて小児料金が引き去られるようになった。神戸市の環境政策の一環として、バス路線については、市バス全線並びに、 神戸交通振興山手線、神戸山六線において、エコファミリー制度が制定されている。適用日は、土、日宿日と、年末年始及び夏休み。適用日には、料金箱に、適用日であることを知らせるフラグが立てられている。なお、共同運行路線では、山陽バスに乗車した場合は、特 15S15.57 系統のみ使える。この制度とは、 大人一人と同伴する、小学生以下が二人まで料金無料となるものである。大人一人の支払いは、シバスにおいては、現金、シバス専用カードネイルラインカード IC カード、定期券いずれも可能。利用時には、運賃支払い時に、乗務員である運転手に、エコファミリーですと申告する必要がある。この制度については、2003年10月から1年間の、 実験として行われ、2004年10月には、実験が1年延長された末、2005年10月から、本格導入となった。神戸市バスは、1930年創業時の、路線である須磨桜口がそうであったように、そもそもは、神戸市電よりも速達性を帯びた輸送を行うべく、発足したものである。これは、東西に細長い神戸市街にあって、東西の往来が、 路面電車では、時間がかかりすぎる、という問題があったことによる。この発展型が、戦後の急行系統である。市電よりも停車する、停留場少なくし、適宜市電を追い抜いて運行する必要からも、急行系統は、市バスで開設されたのである。例えば、2001年以来欠番となっている1、系統は、石屋川布引山の宮海岸兵庫駅。 板宿という長距離を結ぶ急行一系統として長年運行されていた。また、浜手側の一系統に対し、山手側の急行として、三宮山手上沢須磨という、やはり長距離を結ぶ、旧、急行級系統もあった都市の地下鉄山手線、全通に伴い廃止。廃止時の区間は、三宮貿易センター前引く山手上沢、新長田駅。 このほか、1977年には、短縮された急行一系統に代わって、浜手川を運行する旧、急行中系統も新設されているも存在した。近年になって、急行系統が廃れていったのは、神戸高速鉄道や市営地下鉄の開通により、市街東西方向の迅速な輸送手段が確保されたためである。現在、 急行系統として運転されているのは、急行64系統のみとなっているが、これは新神戸トンネルを経由することで新神戸駅、三ノ谷という長距離が無停車となることを強調するため、急行と表示しているもので、解説も、自電全廃後である。ただし、創業時の路線のうち、三宮桜口の区間は、自電と並行していなかった。 1994年まで運行されていた、この区間は国道2号を走っていた。当初市電もこの区間に路線を延伸するべく出願していたが、競り願いとなった民間の軌動線が認可されて開通し、市電路線を付設できなくなったため、市営交通をバスによって提供せざるを得なかった。同じような事情により、市電でなく市バスとして開設された路線に、兵庫駅と、 西大東を結ぶ区間がある。加えて、距離や、勾配の制約から、市電路線ネットワークを広げることが難しい郊外や、山麓、山岳地域に交通手段をもたらすため、路線延長がなされることになる。現在10未満の番号が付されている系統の多くが、市街地の山麓部すなわち、鉄道車両では往来できない休憩車の道路を運行しており、 神戸市バスの歴史及び、神戸市街地の歴史を伺うことができるや、路線延長、変更を経てはいるが、これに意外とする。なお、時代が下るにつれ、系統番号は、地区別につけられる傾向が強くなり、新設された系統に、過去の廃止によって、欠番となっていた番号が付与されることもしばしば、見られる。これらの系統も、海に、山が迫る神戸市街にあって、 産地に阻まれて、自然路線の延伸が困難であったために出現したもので、神戸らしい路線設定と言えよう。また、60番台は、欠番が多く、64.6566系統しか残っていないが、これは60番台のほとんどが2013年5月に廃止された、ありの営業所が担当していた路線だったから。 同時に阪急バスと共同運行で、松原営業所担当の61系統も、阪急バスの単独運行下で廃止された。昭和40年代に、市電路線が順次廃止されていくと、当然その代替系統が多数設定され、それらが、中心市街を、くまなく運行することとなった。このため、神戸市バスは、神戸市電の廃止に伴う代替輸送期間、 という印象を持つ人も少なくない。しかし、上述のように、シバスは40年以上にわたって、輸送力の電車、速達と機動性のバス、という形で、市電と相互に保管し合いながら共存してきたのである。営業係数は、平成28年度古くから、三菱不走いすず、日野の、各、シャーシメーカーのバスを購入している。また、 1992年から大型車については多くが高出力車で導入している。車体はかつては様々なメーカーが担当しており、西高車体はすべてのメーカーで採用されたほか、不走車とイスズ車については三菱、クレハ、または川崎の純正車体を多く採用していたのに対し、日野車については帝国、金沢車体の純正車体のほか、 富士重工や川崎ボデーなど様々なメーカーの車体を採用していた。その後、1975年度から2000年度までは一部の特殊車両を除き営業所ごとに導入する車両メーカーが整理され、宇尾崎石屋川、落合が三菱不桑、中央、妻がガ、イスズ、松原が、日野、るみ精神が日野をそれぞれ導入し、その後は 松原の CNG 社を皮切りに日産ディーゼル、UD トラックスの導入が始まり、以後 UD は特殊車両を担当するという方式が長らく続いた。しかし、入札制度の改革により、2001年度より東部地区、西部地区ごと、さらに2008年度からは直営、委託ごとの入札に改められたため、これまでの営業所ごとに特定メーカーから固定的に、 購入していた時とは異なり他メーカーの車両が導入されるようになったため、車両だけでは所属営業所を判断できなくなった。この入札制度は2011年にさらに変更がなされ、大型その1、大型その2、大型その3と3回に分けられており、再び直営、委託の別による分類が破られている。1990年代前半まで61、系統が、 ツーマン路線として運行されていたため、スマ所属者には、全中費のワンマンツーマン兼用車が配置されていたほか、ツーマン専用車の乗降扉を移設、追加してワンマン専用車に改造した車両も存在した。このほか、ボンネットバス、小ベッコ通予号が在籍している。もともと、神戸市が保有していた、ボンネットバス、小ベッコ号が、 ハイガス規制の関係で運行できなくなったため、イスズフォワードのシャーシを使用した、ほぼ同じ形状のバスを、京成自動車工業に特注で作らせ、イベントなどで使用している。詳細は、当該記事を参照のこと。塗装塗装については、1950年代末より、白と能力色のツートン塗装が採用されている。この白と能力色の2色は、白が、 神戸市街の清潔感を、能力色は、六甲山などの、いわゆる、聖山の緑が滴る様子をそれぞれ表現、イメージしたものである。また、塗り分け方にも特徴があり、車体前面及び後面には、神戸市章を構成する二個の半円をアレンジした、デザインが、車体の両側面には、神戸市に、円の深い靴の木まさしげの旗印であった。 低水門の水の流れのデザインがそれぞれ採用されている。この塗装は採用以来、車体後部の塗り分け型書を変更になり、緑色が少し薄くなった程度の変更を除き、大規模な変更はされてこなかった。しかし1998年にノンステップバスが導入されたのを契機に、ノンステップ車両について乗客に一目で、 ノンステップバスが来たことがわかるようにするなどの目的から従来は能力色だった緑色が明るい黄緑色に変更された。現在は車両の更新が進んでノンステップ車両が増加していることもあり、このノンステップバス色をまとった車両が増加している。初期のノンステップバスには正面に交通局長に代わって愛の和運動のシンボルマークが記されていたが、 2007年度、導入者より、交通局長に戻っている。このほか数大規模の小規模な変更ではあるが、独自塗装が導入されたこともある。例えば、61系統専用車は、山間部の共愛路を通るため、対向車からの視認性を向上させる目的で、前面に警戒色のオレンジを入れたデザインが採用されていたほか、 2001年7月まで運行されていた10系統、カモメライン専用車では、白、ライトグリーン、スカイブルーの3色を使用した塗装が施されていた。64系統で2000年に導入のロングボディ車では青地に流れ星が描かれた塗装となり、流星号と名付けられた。また、現在でも37系統などの一部路線で、 専用される車両では、オリジナルの塗装を施したものがある。神戸市バスの車両には、一台ごとに局番と呼ばれる番号が付与されている。漢字1文字プラス3桁の数字で構成される。番号については、以下のルールにより付与されている。1964年までは、陸運局に車両を登録した、際の車両を登録番号の、 3桁を局番とししてて使用していた1965年からは、あらかじめ車両メーカーごとに登録番号が割り当てられるようになり、いすず社は、神戸にき1、日野社は、神戸にき701、不装車は、神戸に来、11の01からの番号が割り当てられ、局番も、新車から、新たなルールで付与されるようになった。1970年、 車両登録番号の割当制度は廃止されたが、局番は車両メーカーごとにそれまでの番号を継続して付与された。1976年、不走者の局番の2001番台からの付与に変更され、2001年に車両購入ルールが変更されて入札制になるまで以下のように局番を使用していた。またかつては営業所ごとに所属する。 車両メーカーが分けられていたため、曲番を見れば車両メーカーの区別をつけることができた。日産ディーゼル車では、当初より配置先の営業所に応じた番台が与えられ、2001年度より入札制度による車両購入に変更されてからは、各車種とも営業所ごとの連番となっている。他の営業所へ転属した際も改番は行われず、新車導入時の曲番で表されている。 600番台は定期観光バスなどに使用されていたもので、シティループ車や神戸交通振興の一般路線バス車にも使用されている。ダイヤ改正ごとに担当営業所が変更された場合、営業所間で車両の転属が行われる。特に、魚崎と石屋川の間では頻繁に行われている。また、直営営業所で扱われにくい車両を委託営業所に回し、 直営営業所に運転しやすい車両を転属する例が多くある。市バス車両の代替周期は、排気ガス規制の kc 適用車までは、使用者種規制の絡みで12年前後となっており、全国の地方事業者へ譲渡されていた。しかし、財政難から代替周期は18年へと延長された。譲渡先のバス会社は、以下の通り。このうち、新規バスと、 阪急バスは、神戸市バスの路線撤退に伴う車両の余剰化による、転属のみ。また、一部の車両はミャンマーなど海外へも輸出されている。地方の資産、債務改革について ABCBJ e d i t ーズ、r s BJ Handbook シリーズ R73 神戸市、交通局 p、p 2 5ハット a b c d e b j e d i t ーズ、r s BJ Handbook シリーズ R73 神戸市、 交通局 P－ 二十六 ABCDBJ エディターズ BJ ハンドブックシリーズ R 七十三神戸市交通局 P 二十七ハッ ABCBJ エディターズ BJ ハンドブックシリーズ R 七十三神戸市交通局 P 二十八 a b b j エディターズ BJ ハンドブックシリーズ R 七十三神戸市交通局 P 二十九。 ABCBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 P30ABCDEFGBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 P31BJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 P－ 三十二、AbCDEFGBJ エディターズ、BJ ハンドブックシリーズ R－ 七十三、神戸市、交通局、P－ 三十三、日本を走るダブル、デッカー、クラリオンバス機器ニュース別冊、情報編、第五号、一九八十一年三月一日、十五ページ、a b c d f j b j エディターズ、BJ ハンドブックシリーズ R－ 七十三、神戸市、交通局。 p 3 5ハ a ト ABCBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 P36ABCDEBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 p 3 7ハ a ト A BBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 p 三十八工学カードの発売中止を知らせる、神戸市交通局のリリース、BJ エディターズ、BJ ハンドブックシリーズ r 七十三神戸市、交通局、p 四十物品等入札結果神戸市ホームページより、AB 神戸市ホームページ、バス車両について、ハット ABBJ エディターズ、BJ ハンドブックシリーズ r 七十三神戸市、交通局、 P42ABCDBJ Editors BJ Handbook Series R73 神戸市交通局 P41 ありがとうございます。